はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はキャプゼロの動画なんですが、メンテ明けね、見ていこうと思うんですけど、さ、若島津くん来すぎでしょ？すごい来てるよね。まあね、イベントの方で石崎くん来てるんですが、まあこっちはこっちでね、やっていこうと思いますっていう感じなんだけど、まあここをやるにしてもね、特攻キャラでね、ジュニアユースってことで翼、岬、若島津という形で、あとはドイツの3人かな、うん、っていう感じなので、ちょっとね引きたいよね。あとね、今日はついでに、こっちも一緒に引いちゃいますということで、まあ先にね、無料10円引こうか。まあまあまあ、ここはね、ちょっと、仕方ないね。はい、全部星2でしたと。で、まあ続けてレアガチャも引いちゃいましょう。で、ここも出ないと。まあまあまあ、今日はね、これで出してくれるなら全部構わない。さあ、ああ、ダメだ。ああ、ボーナスチケット。ああ、これはつくんですね。なるほど。これについてくるってなってたやつは、今後は基本的にはつくと見ていいのかな、このボーナスチケットは。期間も書かれてないし。若島津くんのピックアップ来ましたよというわけで、これね、引きたいわけだけど、あ、そうだね。1連で1枚。10連で11枚。この1連って表現もね、なんかね、ちょっと変な気はするけど、まあ他に表現しようがないのか。なるほどね。で、まあ、ジュニアユース全日本の、能力値 10% アップと、ディフェンスと GK の能力値 5% アップと、そして、スキル威力が 5% アップ。適正ポジションのディフェンスと GK のジュニアユース選手の数だけ自身のスキル 5% アップ、さらに適正ポジションに編成されているディフェンスのジュニアユースのスキル 5% アップってことは、今、若島津、岬、翼、石崎くんが一応イベントで手に入ると思うと4人なので、20% アップか。かつ、石崎くんのスキルが 5% アップという感じですね。うわぁ。どうしようかな、これ。まあ、とりあえずね、1日1回の優勝分は、こっちに加えてね、今後引くものとしてね、増えたなという感じはしますが、それ以外でがっつり引くかというと、まあ月末ゼロ祭りまで待つかなって感じかな、とりあえずは。ただね、そうなるとイベントの特攻キャラがね、俺シュナしかいないので、ちょっと石崎くんイベが辛いかなって感じですかね。で、完了報告をちょっとね、前後しちゃうけど見ると、メンテナンスで加わったのが、ピックアップガチャの若島津くんと、イベントで石崎くんと、で、大丸くんイベントが終了と。で、虹玉1000送られました。これはね、受け取った上での数字がさっきのですって感じかな。で、また次回メンテナンスは水曜日に来ますよと。で、スキル履歴の表示内容の不具合を修正しました。どういう不具合かがちょっとこれはわかんないけど、まあ修正があったようですというわけで、ああ、今回は結構シンプルなっていうか、まあ新キャラ、新ガチャと、新イベントでね、要するに若島津石崎の話をすれば全部報告、まあ見てみたよっていう感じかな。で、こっちに関して、石崎メダル。これはどういう感じなんだろうな。わかんないな、ちょっとこれだけだと。やってみないとわかんないけど、なんかイメージとしては、今までのイベントというよりも挑戦状に近いのかなっていうイメージでいたんだけど、
実際はどうなんでしょう。あ、そうだよね、これなんか挑戦状っぽい雰囲気はあるよね。まあ石崎バッジっていうか、だったら挑戦状でジュニアユース石崎追加ってしてくれよ。挑戦状メダルあるぞ俺。このイベント、あー違う違う、このイベントなんか雰囲気は挑戦状だよねこれ。あれ、あー挑戦状メダル1200あるぞ俺っていうね。あ、中学生編の時にまあ挑戦状とか言ってね、翼石崎新田とかって来てたけど、いや、ああいう感じで石崎来るのかなとは思ってたんですが、なんか統一してくれてもよかったんじゃない、さっきの感じだとっていう風なのはちょっと思うかな。まあただ10枚で、1枚で330っていうのは多分マックス交換すると星5に持っていけるよっていうことだろうから、まあ3000枚必要なのかって思うと、ああでも他も来てるな、そっか、そんなことはないのか、やっぱり大丸イベントよりか。そうなるとで顔面ブロック1700か、これどうなんだろうな。でなぜかシュートの限界突破ボールと、そしてあとはサポートと、あそうだね、こっちまで見るとちょっと大丸イベよりか、うん、なるほどね。あ、ちなみにね、大丸イベントはね、かなり途中で切り上げちゃいましたね。で、一応、カタパルトパス EX は、星5にはしたけど、限界突破までは終わってないし、ちょっとレアガチャまで集める余裕もなかったって感じかな。で、一応、限界突破ボールとサポートの進化ボールだけは取りましたが、他は結構取れてませんよっていう感じで、大丸イベは終わりました。まあ、しょうがないね。ちょっと休憩タイムだったよね。で石崎に関してはなんか挑戦状系の雰囲気かなと思ったけど、なんか交換所のラインナップ見ると大丸寄りなのかな。なるほどね。そうだからね、ジュニアユース版でまた挑戦状みたいなことをやるのかなってイメージでいたから、ちょっとここら辺は違いましたね。挑戦状イベってまたやってくれるのかな、またある程度俺はあのアイテムを持ってるんだけどね、この辺とかね、この辺とかね。ただ今更中学の挑戦状来てもしょうがないから、この挑戦状メダルでね交換できる新イベが来るのかなっていうのを今回の石崎くんでちょっと期待してたけど、なんか思ってたのと違ったなという感じかな。であとボーナスガチャに関しては若島津くんのやつでももらえるみたいだし、まあ今後多分ね、あの大体おまけでついてくるようになるのかなって雰囲気があるので、まあ貯めてね使っていけたらいいかなと思いますってとこかな。あれまたびっくりついてる、びっくりついてるけど何が変わったかがわからん。はい、ってことで、まあね、毎日引くガチャがねちょっと優勝分1回増えたかなっていう話と、石崎くん以外が来たよっていう話ぐらいでしたね今回は。ってことで、まあ、今回の動画は終わりにしようかなと思います。ありがとうございました。よいしょ。